にちは。こんにちは。はい、今回また抜け作くんへの抜け作くんへの抜け作の動画を送り出したいと思います。はいはい、今回はですね、じゃじゃん、注射器。注射器以前話してて、まだ飲む時が来たらじゃあそれをご紹介しますねと言ってたんですけど、はい、今回飲むんじゃないかなと思ってですね、さっきちょっとあげたらちょっと飲んだんで、多分3メモリのとこからこう飲んだので、まあ1メモリか1メモリというか1のメモリのところか、まあ2のメモリぐらいでいいんじゃないかなと思います。はい、はい、でもこれね、3のとこまでなんだけど、垂らさないとやっぱり抜け作は分かんないので、垂らしてピトピトってここだよって分からせるので、3メモリーよりちょっと多くやってます。はい、ね、切りよく4のところまで入れて、はい、まあじゃあちょっとやってみましょう。はい、こんにちは。お水ですよ、抜け作さん。こちらお水ですよ。でね、左目がまだね、若干やっぱり調子悪い時は調子悪いみたいで、あれだけど、多分今さっき飲んだんですけど、喉が渇いてないのか反応しないので、ちょっと飲み始めたらまた回します。はい、はい、ので少々お待ちを。これが水を飲んでる時の抜け作です。映る？映ってます。このめっちゃ飲んでる。で、そのお医者さんから言われたのが、このメモリで1日3のところのところをやれということでしたので、今こうやって抜け作には水を与えてます。喋り声で飲まんくなった。おい、ほら、もういらん。おい、ポト、ほら、カメラに気づいたか。で、このお水もこうやってポトポト出さないと、何があるか通常わからないけど、抜け作はこの注射器みたいなのを覚えててですね、こいつを見たら、喉が渇いてたら飲むようになりました。へえ。はい、もういらんかな。いるの？いらんの？で、ほんともうめっちゃ喉渇いてるときはもうガフガフこれに来るもんね。うん、もうくれどころの騒ぎじゃないぐらいにこうわーってなるので、はい、こんな感じでお水をこの3メモリのところまで入れてあげています。はい、はい、でももうね、そろそろそのまた水のやつをつけて、うん、もう多分あげてもいいんじゃないかなと思います。この最初やっぱりこの片目開かなかったり両目開かなかったりっていうのがあったんで、水をこう確認できんから、これで与えてくださいと、うん、あと抜け作が肝臓が悪くなって、他のカメレオンよりちょっと水を多く必要としてたので、うん、それもあってこちらでやってくださいとのことだったんですけど、もうそろそろドリッパーをつけて普通通りの水やりにしようと思います。はい、はい、以上抜け作の水やりでございました。Ciao. Ciao.